社宅の30度、どうもイケメンです。ということで、今日はですね、うちのチャンネルで多分、ちゃんとした占いをやるの初めて。すごい同士に行ったのに、なんかタイミング合わず、占いができなくて。私の友達に占い師さんがいて、それがすごいよね。なんかその子、保育士やりながら、趣味で占いやってる子なんですけど、その私の友達の師匠の方ちょっと友達が出演 NG だったんで聞いてみてもらったらなんと出てくださることに。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。マリアと言います。マリアさんはタロットカードの先生ですか？はい。すごい。こんなところに弟子もなりまして、はい。何を占いたいですか？仕事を見てもらいたい。あと、多分自分は気になってないかもしれないけど、私とか視聴者さんは恋愛を気にしてると思うから。あー、なるほど。恋愛、対人、仕事、仕事を見てもらいましょう。恋愛をお願いしてもいいですか？私まで緊張してきちゃった。この2つの束から、はい、どちらをお選びください？じゃあ多い方でこっちでお願いします。この3本1つお願いします。じゃあ真ん中でお願いします。やばい、怖い。うーんって言ってる。最近何回だったんですか？おお、すごい。お仕事一筋って感じの、そうなんですね。ちなみに私の動画って見たことありますか？ごめんなさい、まだちょっと。あ、それなのに。今日お願いした時、YouTube の撮影するだけでしかやってなくて、雪に塗ってやってなくて。なるほど。なんか仕事が原因ってわけじゃないですけど、なんかお互い仕事頑張りましょうみたいな感じで別れたんですよ。なんです。はい。でも、嫌ってことない。あ、本当ですか？よかった。復縁とかって可能性があるんですか？復縁、やばいやばいカードが出るから、表の位置で出てます。復縁っていうよりも、今仕事に集中した方がいいので、ね、わかりました。いろんなカードが、あ、守ってくれてるんだ。そんなに影響が出てきた。ありがとうございます。相手も結構仕事って感じですか？相手もお仕事って感じの人です。お互いのことを思い合ってはいらっしゃる。あ、よかったです。今は2人とも仕事に集中する時期って思って、こう割り切っていけばいいってことですよね。出会いについて、ありがとうございます。では続いて、お願いしてもいいですか？どんな人を大切にしたらいいかとか、自分の人の付き合い方とか、逆に付き合わない方がいいとか。あ、確かに。先生に占いを例えば見てもらいたい時とか、どこに行けばいいですか？そしたら、あ、ありがとうございます。じゃあ、帰りお願いします。周りに刺されてるよ。あなたは、はい、今心がすごく透ける人なんです。そして、はい、西の方角が見えるんですよ。西の方角、関西？すごい。はい、関西の方、はい、すごい助けてくれてるね。はい、あ、います、友達。助けてくれるし、うん、もし彼らが困ったら、はい、あなたが助けてくれる。はい、わかりました。なかったら助けます。仕事をお願いします。はい、めっちゃファッションをブランドを立ち上げたいと思ってるんですけど、まあ、その行方みたいな、これにします。そうね、なんかやばいぞ。やめた方がいいんじゃない？ YouTube をやめる。
何が出てるんですか、このカードは。何を言ってるんですか、この子たちは。これ以上、はい、続けると、あ、なんか不幸が悪いことを言わないで、すぐにやめて。すぐに、うん、今日私、お清めしてきたのかなって。あ、はい、テラヘルツっていう医師で、はい、あるじをすごく守ってくれる。結構ね、いろんなネットとかも調べてみるとあるんですけど、結構お値段とすごく高いです。今日は初対面ってことがあるので、はい、2万円で来てくれるんですよ。これをつければ YouTube を続けても生きてられる、うん、思いました。これ右手につけてください。あ、右手なんですね、うん、はい、 OK です。じゃあ下ろしてきます。ありがとうございます。はい、ということで、偽占い師に YouTuber 辞めたらって言われたらどう反応するドッキリでした。イエーイ。2万円のブレスレット完成です。マリアさんは、はい、偽占い師で、本業はモノマネ芸人です。あ、そうなんですね。そうなんです。すごい。これだって2万で YouTube 続けられるんだよ。なんかこれかなみたいな。私的にはこれをいくらで買おうがもう面白いじゃんと思っちゃうわけ。そういうこと。もうタイトルにも付けられるし、サムネにもなるし、私がそれでうわ騙されてんじゃんこいつって思われても面白いじゃんと思っちゃうから、別にいくらでも出すよ。YouTube 笑った。全然普通にちゃんと占い師の人だと思った。いや、ね、私も思いました、うん、本当ですか、ありがとうございます。すごい。ちなみに何のモノマネされてるんですか。杉本彩さんだとか、はいはい、田中真紀子さんとか、おかゆとか。幅広くない。幅が広いですね。いいですか。ぜひお願いします。ありがとうございます。モノマネ芸人はジャンビューティーです。どうぞよろしくお願いします。ちゃんとマスクつけてらっしゃるので、ちょっと私だけちょっとマスク外させていただいたんですけれども、それでは見ていただきたいと思います。聞いてください。田中真紀子、やっぱりですね、いろんな方々の前で、私はやっぱ政治党で、政治とやっぱこう対面してきているわけであります。やっぱ政治家でございますから、田中真紀子でございます。すごい、すごい、すごい、すごい。全然キャラ違う。ちなみにこれは何だったんですか。医師です。テラヘルツはテラヘルツだったんだ。いくらで買ったんですか。メルカリで800円。そう、でもなんかちょっとドッキリかなって思ったのの理由の一つとして、あのめっちゃ言ってることが薄っぺらかった。短いみたいな、あんなにいっぱい聞いたのに全然この人答えてくれないやみたいな。でも動画の尺も絶対短いでやばいみたいな。健康聞いてみるかみたいな。なるほど。でもめっちゃ先生っぽかった。あ、結構雰囲気ね、似てますよね。それっぽい。すごかった。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ということで、エキリンのマーサバの指輪を売りつけられても面白かったら買うと思うんで、動画のネタになれば割と何でもやるんだなっていうことがこの動画で分かったかと思うんですが、ぜひドッキリ大成功したなって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。